ゆうむくんも20段になったのね。ハムは一時期24まで行きましたけど、またちょっと落ちて、今は20いくつですか ?3 とか ?24! 上がってますね。ということは平均点は同じくらいかな。むしろ HP 側の方が高い可能性がある。さあ、先手を取ったな、生ハムレイチェル。ロビレは持続加算になっている。このロータスが非常に今回、レイチェルは制圧力がある。風がたくさん飛んでくるおかげで、さあ三章差し込んでいく。うまい、ちょくっている。ここは視聴説を選択。おっと、バーストを切ってしまった。これはユニヒムに美味しいか。よく見ている。ガギャン、エロベー。さあ体力有利はハムですが、ロベリア、ロータス。さあレイチェル対策は向こうに桃さんがいるからちょっと教えてるか。さあこれは卓になりづらい。中段が特に崩したところで一旦は取れないので、畳を継続していくユニフォーム。おっと、これ惜しい。前 C を選択。前 C、 前 D、 C、 2 C、 前 C、 戦勝山 2B、 5B、 セッカー 5B 重ね。ここはガーケンを使う。さあ体力ユニフォーム。さあ触っている。これはまだわからないぞ。ロータス、さあ昇竜を潰したか、ちょっとわからないが 4B。 おっと、空振り、補正が足りないか。さあこのブレードを投げつけていく。体力リアハム。さあファースト使ったがどうだ。ロベリアヒットは、さあハムがしっかり粘っていきますね。一の戦車、生ハムのレイチェル。さあシロベリア、ロータス、これが強い。前転なのかな、ちょっとわかんないですけどね。さあユニフォームは前に出て触りたいが、ゲーダンに引っかかれ。おっと、これはコンボミス。あ、そう、レバーとかボタンの不備あったら中に教えてください。ナーストね、再試合で。まあ一応これ最近は毎回ね、大会前チェックしてるんですけど、もしかしたらもちろんあるかもしれないので試合中に教えてください。あの再試合でやります。ラウンドバーストの再現は申し訳ないがなしでいきますので。さあ、エロベカエルは後ろに行ったか、ちょっとどこにいるか分からない。3章差し込みに行く。これはうちユニフォームには問題なし。さあしかしタイルクユリはハム、あー出てしまった。トッショー、これ危ない。中段に行きたかったところですが、中段ガード不思議にヒット。これは簡単なコンボで倒せてしまう。アストラルヒート、何が、あさあ先鋒戦取ったのはナムハムレイチェル。さあこっからがボスが続くのでお互い触った時のリターンがかなりでかいキャラではあるんですが、おそらくオーバードライブの切り返しはカルルに分があるので、ハムはまずオーバードライブを使ってほしい気持ちはありと思うが、さあ平井心を置いた状態で動きたい。まあカルル君はステップキャラなんで、どうしても平井心を避けながら前に出るのはめんどくさいんですが、さあ先に去ってるのはリュウセイ。はじめ、これは風受け身でうまく逃げた。あれで1個しかいってないですからね、風がね。うん、さあカエルを前にやってしまってちょっと心細い。ロベリア、ロベリア、さあくぐってくる。ボランティアしっかり避ける。さあ試合はまだ大きく動かないが、結構バンバン投げますね。ただああいう端に追い詰められた時のレイチェルの QD、 ハイジャン QD をとがめるのがなかなか難しいので、お互いね、お互いお互いのミスマッチみたいなところあると思うんですけども、ジャンプしうまい。ガーキャン、ここで QD。 さあしかし風がちょっと減ってきたか。まあ姉さんの体力もかなりなくなってきてはいるんですが、うまく様子を見ている。あそこで揺れないのは偉い。さあそうね、こうなってくると気になるのはそっちの話になるんですが、ビーロベー、まさかの前背投げ。あれはビーロー見てからなんでしょうか。
サーガードしてもしょうがないので上に入れたところに引っかかってタイムアップ。ラオの選手は流星、やるの目、おっとちょっと1ラウンド目の終わり方がちらついたか、頭に前に出ようとしたところ 4D は完成するとフェイタル、お5つアルファエットがね追加されてリランが上がるという。さあ下段ヒット、ここで先にバースを使ったのは生フレイチェル、このラウンドちょっとなかなか難しくなってきた。下段ヒットサリウスコンボミス、コパコパコパ前ジャンプ、スカシ投げ抜けている、お見事。前 B からジャンプ C、 さあ裏にいる 5B からしっかり繋いで、ここはリリーを使う、帰る状況。 6A4B 発動 CC ロータス中段穴まで重ねていく。さあここは食らっておくリュース。さあハマー体力逆転しちゃいたいんですが、ジャンプ選択、さあリセットになる 4D じゃね、ブリオからそんなに減らなくていい、そんなに減らなくていいが、このキャラはコンボが減る。さあ、あ中堅戦ですね。 1P がゴロ、3マコの 2P がリュウセガルクロバー、嫁殴りじゃねえ姉殴り、だいぶ削りましたね。 あれぐらいで止められましたが、ちょっと時間を使った感じ。じゃあ、クックダイク前バンしっかりガードしている。さあ、弾を使ってゆっくりと動いていく。勝利を落として、さあ、読んでいたオーバードレバブレ、さあ、上から逃がさない、ジャンプクダイク位置を戻して、さあ、姉さんの体力が結構ある、このさばきどうする、中段ガードしている、勝利で出して、うまい、ギャランガードしょくっている、流星もうまい、ニオキコパンですかね。ジャンクダック弾重ね、ゴービー当たる、インフィ弾重ねとブリオ強い、ポコマイパンうまい、オーバードライブ勝利は届かない。さあこれでどうなる、うわーデンジャーになっているデンジャーになっている。さあ姉さんの体力はなくなったが、ここで氷タグ、あれ勝利届かないですね。さあ乱戦者流星飛び落として、ご無沙汰してます、あのスズメさんですよね。
さあ真ん中筐体はシャケコレルヒカルさんが勝利。じゃあ真ん中筐体でベンガルさん、鬼太郎さん、セラミックさん、大阪ベンガルさん、鬼太郎さん、セラミックさん、セラミックさん、プラチナツカ、ありがとうございます。ベンガルさん、鬼太郎さん、セラミックさんで4人チームなんで大阪います。大阪お願いします。で相手がビコーズさん、ヘータさん、トマト、ビコーズさん、ヘータさん、トマト、ありがとうございます。トマト来て、あれビコンさんとヘイタさんは、のじやしてる、了解です。ヘイタさん来た。さあそして画面の方は流星が強かった。でもモモさんってキャラ的にはマコトの方がきつい、バルケンより。大阪は真ん中いい筐体。そうなんだ、なるほど。さあ、配信筐体始まっているのは、HP 側、竹山誠ですね。竹山、シュワちゃん、杉山さんから先方竹山誠、そして2P 側、座っているのが、ロセリスキノさん、マタクさんから先方マタクさん、バング。空対空の取り合い、バングは今立川八王子ほとんど人がいないので、おそらく対戦経験が立川八王子のプレイはあまりないのではないかと思いますが、さあ 5B が当たって先、ランド選手はマタクさん。さあ狙うの目端の詰めたな、誠。さあ中段で攻め消していく、こんな前火、こっから弾ガスね。さあ生中に行ったところオーディで暴れていく、これお見事。さあ高そうなパーツ、リセットはタッチでしっかり落としている。さあ前パンに行ったところですか、ディークが強かったか。立ち前に戻っている、前パン前シャオニー前火、そうちょっと安かったがオーディでフォロー、なるほど。
さあちょっとミスってビッグバンが出なかったかと、これはどうだ、訴訟だ。さあ最後の釘を使って下段が刺さる、サンシーラピャン。さあ開幕肘まだ3探る、下の B で触って釘ですがドライバーバレーガジェット。さあ置き攻めはガジェットからの 5B は上で、コーナー投げ。さあ熱波をしっかり引っ張ってダメージを伸ばしていく、そうしようだから釘状況 3C、 これはガードで確定だったっぽいが、ちょっと安く済んでしまった。スパークルト早めにバスト、 3C はカタバルト、おっとフォーミス、スレッジですが 5A で止まったんですか。今ちょっとここからでよく見えなかったが、垂直逆に危ない、おっとそのまま降りてくる、スパークルト踏んで今上げていく、コイルテラブレイク。さあ、民度が下がっている。ラウンド選手はシュワテガー、ステレジ追加、おーっとこの偽物2段ジャンプが空対空トリックと勝手に潰していく、Cドラじゃねえや、Bドラか、ウェイズ固まるとは避けていくさあ、マイリー、総称だ、ジャンプで空振り、ジャンプ空対空、総称だ、空振り、リークギージャンプシー、頭を作っているのはまたくさん、ダメージも結構伸びている、あっとスパークが出てしまった、これはちょっともったいないか、惑星下段下段、そうそうだ、空対空競り勝って空投げは届かない、三振ガーディアットウエッジでもちろん勝ちます、よっすあっシードラ、今度こそシードラ、ガーディアットラピッドウエッジ、ウェッジは繋がってましたね。その程度では私は倒す。さあしっかり完走してラウンドじゃねえや。やれやれ、あでもこれあいつ確か対抗戦の時アイアンに負けたんですよね。白面でアイアンじゃなかったですか次。なんかテイカに負けたような気がするんですけど、気のせいかな。うん、白面はねちょっと薄いですね、やっぱね。さあくっついた、タフライト前飛びから、おっとちょっとつながっていない、わかる。さあシャムショー振ってはいけない、要請状況オーバードライブ、これは上入れにしか勝てないが当たれば OK。さあビースレをそのまま君取っていく、引き寄せて、おイレッパー、このイレッパーは偉い。さあ前飛びが通ってくっついた、これはゲージを使えば倒しきれると、ちょっとミスごまかして、さあラウンド選手はロスリーバソマール、空投げはないかは凍らしてリセット、おわっとどっちか分かりづらい、おっとドライバー通ってしまう、ガジェット、あれはバックステバックステなのかな、ちょっと分かりづらかったですけど、これはホームイン、スあいいバーストです、早めにバーストを切っていく、クンサイト。さあこれは飛んでいる、おっとなぜか前に出るロセリー、死にたかったのか、なんだレイダーが出て、あー適当、うわー、さあシュアが起こっている、
しかしこれで先に大将が出てくるのは HP 側あれから何が さあ、1位側大将杉山さん、そして2位側が、ロセリナイン。さあ読んでいるゴビタイクから2位前 B、3位アッパー、5位から BBC。 さあいえいえ言っているチュナン、2位 PG、 2位マイシー、あれがマイシーか、そっか変わったんだよね、肘が前 B なんだよな。さあ投げは抜けている。さあカウンター、カウンターはつながる。西、前西、肩、B、肩、D、西、BBC からの置き攻めが、おー、しっかり先になっている。前西、三西、バイス、シュバルツ、どっち、あれ、シュバルツ、先にシュバルツなの、あれ、おい、落ちん、落ちん、どっちなんだよ。さあ、BBC。あ、陳さんにいつか実況してもらうのは僕の夢ですね、やっぱね。アッパー。さあ、2C から BBC。いやいや、全然。だいぶ陳さん悪くなって一向ないっす。立川のたもたてですからね、陳さんね。たもは死にました。そう。タモさんはね、だいたい木曜日ぐらいに来て、いやロッツさん、いやーって言ってスーってあっち行ってチュヌーズやって帰るっていう、なんなのみたいな。そうあれなんか通ったかな。そうさあ画面の方は杉山さんが教える。ガーキャー呼んでいる。おー見事。強いですね。そうさあ対象戦 HP 側が、杉山さん、そして2P 側がスピノダさん。さあ開幕はお互い前に出る。ジャンペ絡んでジャンシーがリセットになる。シャムシー、 PG、 ニシー、マエシーから B、 ニシー、 BBC 勝利をケア。あれで勝利ケアできるか分かりませんが、肩で突っ込んでくる。オーディアバレコマ投げだった、分かりづらい。さあ下段引っかかって勝利読んでいる。ゴーシーガタアッパー、西 B、 A、 B、 西 BBC。 さあフローにも入って中段素晴らしい。緊急に対してしっかり2回目のブレーキジャンを合わせていく。強い。さあ肩で前になる。 5B が上に当たったか、カウンターしましたが中段点から 5C、 2C、 C 翼、赤 D じゃねえや赤D からの翼締め、コマコマ中段飛んで回避。さあ肩が強い。これが当たると結構減る。そんな減らなくていい。大き攻め、チョーク投げ、俺もちょっとよくは分かんない。あそこにいるんで、椿使いが。さあ OD から 2C。 さあこれどうなる、激しがって長い、家が長い。さあ家が当たってスナさんはアクティブフロー。さあ肩が強い。おっとコンボイス。さあ翼を入れてくる。後半からの中段だけ。さあどうだ、どんくらい減るんだ。つらい。5B が上に引っかかって、勝ったのはスピノダさん。お見事。じゃあ配信筐体ウィナーズを先にやります。モモサウユニヘム流星と、ロッセリースピノダさん、またくさんお願いします。モモサウユニヘム流星お願いします。ユニヘムはいる。モモさあ、配信筐体はウィナーズファイナルです。1ブロックの HP 側が、これはマタクさんが座ってますね。マタクさん、ロセリー、スピノダさん、
先方マダクさんバング、そして 2P 側は、モモさんユニヘム流星から先方ユニヘムジーン。八王子若手勢の中では今のところ一番うまいのかなユニヘム。まあトマト抜かしてですけど、あ、そうね、ハマトル君も相当強くなってるよね。めっちゃやってるからね。あ、確かにね。レディスはね、やっぱね、今回結構圧あるよね。あ、どっち勝ちました？負けました。大阪が悪い。あ、そして試合の準備をもう進めてくれている、ありがとうございます。そういうこっちゃない。あ、してくれてんのかな。もうやってくれてる。うん、マブカップいいよそれはマブカップ王子ヒカルさん対、ベンガルさん鬼太郎さんセラミックさん大阪です。さあ中堅、今回座っているのは桃色レーテル、アンダーテイカー。さあお墓を作ることに定評がある桃色レーテル、まあ、どっちかというとガードが非常に硬いことがやはり立川八王子界隈ではよく言われる話ですが、さあダッシュ前も引っかからない。今西が引っかかるが前手が通る。クタイク加瀬竹木を使っていく。アイビーでずらしてチョップから B6ABCB じゃね 6A4BCC 入る状況。わーっと上にしてしまったか。これは結構減っちゃうか。さあまとめて下段が引っかかる。これはリーサル。バーデンバーデンリリー。さあラン選手はモミロレチェル。あ、ソーケ筆頭ですか。なんかあそこ黄色くないですか。ソーケ筆頭と書いてある。さあ上を通していくモミロレチェル。こうパン暴れ。硬い人はね、やっぱ暴れは的確だからね。さあ、CC から帰る状況。ゲーダンが当たってしまう。これは足りちゃうのかな。3C、ロベリア、8風、ロベリア、9風、落ちてきてリリート。さあ、このダメージでやる。
The wheel of fate is turning. Rebel, one. Action. タワブレにも落ちたわ。ご使用金。アセンブルから落ちてみてください。さあ、オーディオ切ってるのはモーさんがネイビーで簡単に設置させたくないところ。さあ、マイパンオッケーよ。ある一発で潰せる。さあ、マイパンを潰している。非常に強いジャンプ攻撃。これは状況はそんなに良くない。当たるダメージを取りつつ、クサイトから抑え込んでいく。しかし早めにガキャン判断が早い。アメジスト嫌なガード。しゃがみしよう。これシャムシハムレとかシャムシタイクになってましたね。まあ、切り替えが早い。さあ、ここロスリア非常に難しい形になっている。さあ、切れていない。追い返していくネビー。アイスに引っかかる。さあ、回路しっかり潰している。うまい。体力は逆転ですが状況はそんなに良くない。持ってる魔法はクンツァイト。しっかりガードしている。これが強い。この動きが非常に強い。ラピキャン、ガキャン。ここはダリアを使って引っかかっている。さあ、結構いいダメージになって、これはまくってるのか。どうなんだ。おーっと、そういう当たり方をしてしまう。さあ、モーさんが逆転。ランド戦車は燃えられてる。開幕はネビー。マイパン対空と、ここがコンミス。さあ、消せなかった。どっち？ゲットガード。OD 当たって、さあ、フローに入って、このラウンドもう一回使えるでしょうといったところ。ジャンプシーチック。しっかりダウンまで取れる。まあ、ビアイリスに当たってしまう。これはもしかしたら使えないかもしれないが、さあ、コミス。うわーっと、遅らせて、バーストから無理。さあ、大将中継戦。さあ、リスクを抑えて立ち回るスピノさん。カメラカウンター。さあ、置き攻めに付き合わざるを得ない。ロータスからコパンを重ねて中段ガードしている。下段ガードしている。さあ、前飛びをしっかり通してマックスをジャンシーで追いかけていく。ご出身。さあ、土を立ちガード、家をしたくなるところですが。さあ、雷じゃねえ、赤色を発動させている。うまい。ガギャン、ゴマ投げ。まず1回投げを通して、さあ、コミスですか。じゃあ、ロケを避けていく。ガギャン、さあ、上入れたところか。安く済んだが、ここはバースト使わされた。ダッシュゴビー、シーシー、アイビー、ディリー。さあ、三章をねじ込んでいく。ローベリアを見てから、おっと、ゴビは繋がらない。じゃあ、ミクダク。さあ、島さんが耐える幹部取って、置き攻め。下段から奥田さん越し、中段ガード、ゴマ投げ。じゃあ、ミクダク逃がさない。さあ、次の起点は生中空振ってしまった。三死耐える状況。好転、さあ、上入れたか。カエルがヒット。 AAC で衣装変えて CC 耐える状況。ロベリア、さあ、衣、これはどうなのか俺もよくわからん。カエル、さあ、カエルを避けている。うまいが、空中ヒットから応募スタート。さあ、ロータス当たって投げが通ってしまう。
アーソナルヒートさあ、1位抜けはもう3位に踏む、流星さすがに強いね、このチームね。じゃあ配信筐体ルーザーズやっていきさあ始まってるのは1ピーカーがシュワちゃん、そして2ピーカーゴロさん。さあゴロさんが先方に出ている。さあ逆にここはシュワ、ここを取ればでかいが、さあアスレトビジョン、ジャンシーからゴシが繋がらない。それジェッさあ中段が通って5パン拾い、ダメージを伸ばすゴロさん、5パン傘ね。さあこの 2A2A みたいな固めがテガーはちょっと大変、5パンで刻まれるとやりづらいが、さあ 5D に対して差し返しになっている。こういうとこが非常に、さあ細かい、シワちゃんも細かい技に切り替えていく。スパコルド、これはセンスが出た。さあ詐欺攻めを選択、上入れ、悪くないセットプレーだったが、ここで上入れが通る。ここからバックジャンプ、さあゲージがありますからね。詐欺ガサネが詐欺ガサにならない。2回転で座れてしまうので下がっていく。ゴロさん出し込み差しに行く。さあこういうの差し返しているシュワちゃんもよく見ている。今日は冷静か。さあこのこれだ、怒られた。さあどんくらい減ってしまうのか。シャムシは空振り、前半しっかりガードしている。さあガーキャンをケアするゴロさん、ボディをラピキャンフォローからガーキャン。さあ緊急機になる、ボディ当たっている、ドライバーガジェット、ラピキャン更新、これだ。ここ安定コンボ、お見事。さあラウンド戦車シワテイガージャンプ CC から中段。さあ今回は前に出るゴロさん、コーナーで締めて大きい攻め、コパコパゲーナガード、オーディアバレ昇竜打っていく。さあここは下がる、無理する必要はないと。さあこの立ち回り、武田シュワちゃんのちょくっているが、コーパンちょくってどうなってるんだあれはさあレイをちょくってコパンを押したゴロさんがすり勝っている。ゲダンガード、さあどっち、中段ガードしているがラピキャンゲーナに引っかかる。前パン D から玉傘ね、最速機 CC はガードして5パンで緩くかぶせていく。さあこの2回転は読んでいたか、回していたところバックジャンプで避けていく。このゴエゴエ固めがやはりねテイガーは厳しい。2と合わせるとマクタを6発まで刻めるので、でゴエはジャンキャンかかるということで、ね、どこで誠側がタクを振るのか、あるいは相手の暴れを誘うのか、テイガー側がかなり動きづらい。さあこれ安くするんだが、こうだ投げを使え。さあ2ラウンド目のラストがうまく暴れを勝った形になったので、シュワちゃんがちょっと暴れづらいか。最速いいえ、さあスパックを使っていく。ここはちょっとリターン越しシュワちゃんですが、ちょっと前に歩いたところ出して刺してくるゴロマコト、頭から詐欺風、中段を生でかぶせていく。ジャンピオーディ昇竜拳、いいえ、これはさすがに足りちゃうの、足りちゃ う, うん強いですね。さあ中堅はさあ早くも杉山さんを切っていく。さあこれでゴロさんを止めないでしょうがないと。ジャンプいくでいく、相打ち、さあ球を避けながら動いていく杉山さん。ジャンプしようガードさせて中段、さあコンボにはなかったゴビゴーシーは空振り、球を置く、この球が強い。さあバーストになっているがとりあえずターンは渡さないがレイボックス。さあ、ああ毛布をケアした感じ。
さあゴルフもマイパン置いてあるか、杉山さんもマイパンに引っかからないけどどうなる。さあお互い様子見。さあ裏からかんだ、うわーコモにならない。まあ男薄いか、よし前に出る。ここはスリムを使ってダメージ重視。さあ5周余裕で、さあマイパンをケア、無理はしない杉山さん。サイヌゲージはちょっと懐もとない。ここを追いかけるゴロさん、肩が強い。5秒キー爆戦引っかかる。マイパンこれは当たりてしまうこのちょっとした引っかかりからしっかり OD コンに行けるのは誠強いところ。さあラウンド戦車ゴロさん、前のカード3死、次は3を下がる。さあ立ち回り、先ほども見た形ですか、犬ゲージがいっぱいあるうちですが、今度は前に出るジャンプエクダイク、玉傘ね、オーディオバレー、これはバックジャンプカウンター。さあ前パン的なものが見えていましたが関係なく引き殺していくバルキナイン、勝利権これは取る。中段生中かぶせていく。さあ勝利の後最速復帰したいところですよね。やっぱね2ミリ引っ張るとちょっとダメージが伸びるのはめんどくさいが、そこを直で中段重ねていく。パターンはゴロさん、中段当たらない。今度はランダブロ。さあしかし崩れない杉山さん、しゃがみし揺れつぶし。さあポーミス、ここはガーキャン。さあデンジャーはきつい、たまに引っかかってジャンビーまで。前後手もねちょっとさしづらいんですよね、ジャンビーとかジャンシーで潰せちゃうので、なかなか面白い連携ですが。さあ画面の方は同キャラさん 1P が竹山、 2P が赤頃さん。さあ竹山はゆっくりしてる場合じゃないと、力の差は自分でも分かってるからねじ込んでいきたい。あっとマブカップ、いやむなしさあということで、隣の筐体は1抜け、マブカップ来れる光る。じゃあルーザーズやっていきます。ソリッドさん、水木くん、高田無対、ビコンさん、平太さん、トマト、真ん中筐体でお願いします。まあ、水木くんは来てくれて、ソリッドさんも来てくれてて、あー大阪一回休み、高弘さんはやってる、あー了解です。でビコンさんトマト来てくれて、ビコンさんいらっしゃって平太さんも来る、来る、あのじゃあ了解です。まあじゃんけんで、じゃあ、あ何がだってあなた大阪さんでしょ。（笑）さあ画面の方は1ラウンド選手ゴロさんの2ラウンド目が始まっている。なんだ攻め消している。チョークがさらに入る。竹山5シード目、この投げは取らない。竹山もいい固めをするが5秒長い。下段から暴れている。中段当たらないが、さあ当たらない、硬い。ジャンシーがヒット、打った、ちょっとコンミスですが中段ゲージを使う。シャウディ前 B 前 A、D から玉傘ね。さあオーディオキャッシャー投げ抜けている。なんというさあまだまだ、さすがにああいう一瞬 OD をケアした後の OD しねえじゃんっていう強気のタクにね OD 合わせてくるのはやはりやべえやさあということでゴロさんハム、ナオくんのチームが勝利なので、連戦で、参ります。ロッセリー、スピノワさん、マタクさん対ゴロさあ1ピーカーはマタクさん番組。The
さあ始まっております。体力よりはまたくさんですが、バーストを持っているのはハムガワ、前パンタイク、よく見ている BC から6へ、ピーロベー、バレルロータスはトンネカヒ。さあ空中軌道を使ってうまく避けていくが、ここで引っかかる。アリスしっかりガードしている。さあアリスの間、ユリフリも作れなかった。ハムクザイク捕まえて、中段ガード、下段ガード、次はジャンプで回避。さあ端攻めになる。小判から中段。さあ風がないので、ここはとりあえず大き攻め中段。おっとコンビスガキャン、ジャンプシークダイク、これが強い。このキャラシティまで。さあ2ラウンド目、駒投げでリターンを作ってるのはまたくさん。前かカウター、奥攻めはバックステー。さあシャムシャー、バレバスト、いい判断。さあバックステーをコパネ潰して総称だ。さあ駒投げに行ったところ、オーディアバレ後ろのエディチを変える。さあなんかダメージは結構出そうだ、そんなに減らなくてもいい、そんなに減らなくてもいいが、EA まで入って。さあ、ハム。5A を埋める。これは、おっと、コミスですが、5A を埋める。と、使ってない。さあ、とりあえず飛んで落ち着きたいハム。空中コマ投げ。ゲージを使って。おっと、空振って。オーディが溜まっている。クリアヒット。さあとりあえずまたくさんのバング最初ラウンド、ジャンプシーカウンター、前 B からジャンプシー、 6A BC6A4B 帰る状況、奥田出勤、ここバーストになってしまった。釘は間を入っていく、2を差し込む。ロベリア、ロータスは前転ですが 2A で上を潰したか。さあ間に入ったアリス、うまい。ジャンプシーは空振りですが、コパンが刺さってしまう。三振リリさあ中堅戦法戦ですね。中堅出てくるのはノースリー、おっとネイビーをバックステイ6発で避けていく。これはなんか対策感ありますね。4B から変える状況、4B から中段。さあ中段に行ったところ、これはフレームがナインガンによくなるのでターンが変わるところですが、ハムがうまく逃げている。相打ち、ジャンプシー。さあしっかりダウンまで持っていく。ナオフレジル 4B 変える状況、奥田復帰読んでいる、読んでいるがちょっとリターンにはならなかった。ガキャンネイビーは打たない。あれ引っかかってロベリア抑え込み。さあなかなかロスリーにきついが、飛びが通る。しっかり凍結でリセット、クンサイドまで使って裏が通んなくても中段でタクれる。もう一回リセットに行くが、さあここは後ろ入れっぱで避けていく。さあカエルは飛んでかひ前に出る。
レイプレッシャーガード。レイビー当たって。ビームが出ないか。おーっとなんか、あ、なに。さあ、よくわからんことになって、なんでそれに当たる。なんでそれに当たる。さあ、ネイビーを入れてたんですかね。B ロベがヒット。さあ、あの選手はハム。さあ、そして2ラウンド目も先手を取ったな、ハム。ロビリア。5番から。オディ。さあ、これはかくらないかな。かくんなかったのかな。まあ、5秒だと怪しいのかな。カウンター。さあ、しっかりコパン先フー勝利出されても大丈夫だよと。おっと、キューターが出ない。カウント、これはロセリに多いし、まあ、リセットせずに要請を攻め。アイリスヒット、 BAC。 さあ 2DC、 これは裏に入ってしまう。今後ミスですか。しかし前パン対空でミスらなければ三四リリー、シャーメシーまで。さあハムが2盾。さあ配信筐体は大将先方戦、 HP 側が大将スピノさん、 2P 側が先方モーさんじゃねえや、ハムのレイジェル。さあジャンシー、ジャンキャンで回路発動させていくが、ハイナルヒット。さあ取ったな、ハム。 CC アイビーからの、おっ、おっとちょっとミスっているが問題なく攻め切りできる。ガーケン読んでいる。これは繋がらないが攻め切りできる。さあ安心や、これ。さあ早めにバスト。ジャシー後半からコマ投げ。さあここは風バックスを使っていく。急風で抜けてアイビー、アイビーじゃねえや、ロータス。さあカエルはしっかり避けていく。ここでディーセン、ちょっとこうミスったか。隙間に入ってジャンビーですがまだ生きている。バナナ、これはさすがに強いか。あと削れている。さあ開幕ダッシュマエビー、ロベリアヒット、バークスをつかめて、この中段入り込みはバークスに引っかかった時にしっかりコンボになる。さあ直中段コーパーを埋める。6A B ロベ、 3C からのロータス重ね、下段がヒット。彼状況、勝利は読んでいる。おっとこれは抱えにならなかった。さあ前に出るハム。さあジャンプエロのところ逃がさない、ダッシュから。さあハムはバーストを切ったんですよね、ちょっと見てなかったんだけど。あ、切ってねえや全然。 3CC ジャンプ E3C から、ここは勝利権使っていく。チョークでコマ投げ、ゴビ土で前に出るが上入れを通していく。リーセン、リーチ。さあリーターンを作るスピノさん、倒しちゃいたい気持ちがあるが、 BC 中段はガキャンと振り向かない。D 戦で止めて中段ガード爆生、エロベ、アイリスはガードしているが振り向かない、振り向かないが、ターンダッシュ通していく。さあ今そうダリア、おっと削れちゃうの、今度はスペナさん削れてしまった。
さあ最初ラウンド足に押し込むよな、ハムカワー。おっと受け身取れる、アイリスヒット、ジャンプシーで抑え込む、オーパーバレ、線は空振り。さあ3死に行ったところダッシュには刺していく、バーク線をコパンで潰して、ここは技を埋めていくハム。おリターンを作る、サイビーがどっか行ってしまった感じか、ちょっと安く済んで、さあ、お仕事危ない、中段ヒット、オーバードライブ、さあ、どんくらい減るんでしょうか、ホムラからの、ホムラで、倒し切り、さあ、アスペさん、逆転勝利、お見事。さあ中堅デディなのゴロさん、 1P がスミナさん、 2P が中堅ゴロさん、大将中堅戦ですね。さあ下段に引っかからない、ガード固い、コンボブレ。さあお互い勝利があるからどこで固めをどうしていくかというのはなかなか、さあここで止めて勝利よけや、 5B からワンコンボ。さあ弾傘ね、中断。さあラウンド選手は五郎さん、勝った、ありがとうございます。さあじゃあ真ん中筐体ソリッドさん、水木くん、高田無連戦でベンガルさん、おいたろうさん、セラミックさん、大阪お願いします。やばい、ちょっとこの景色は時間かかりすぎだったかもしれん、申し訳ないな。あ、水くんとこと対戦、あみ、あしょうがない、しょうがない。そして配信筐体はゴロさんが強かった、ゴロさんが取り切って、勝利したのは A チーム2抜けです。ああさあ配信筐体は変わりまして、2ブロック、ラストの試合ルーザーズファイナルですね。1P が座っているのが、ソリッドさん、水木くん、高弘さんから、先方のソリッドさんのラグナーズブラッド、そして2P 側は、ベンガルさん、誠、鬼太郎さん、テイガー、セラミックスさん、プラチナ、大阪ライチから先方、セラミックスさん、プラチナ。さあ、コマンドスローからの、AB、C、3、C、ガードしている、アワー。さあ、コマから3、C、アワー。プラチナも今作は結構強くなったという話を聞くんですが、立川八王子は、ハッシーがワンダーランドの国から出てこないので、プラチナがおりません。ため潜水さんとか来てくれるんですけどね。まあ、遠いんでね、やっぱ。さあ、これはうまい。C 勝利はちょっと安かったか。しかし、しっかりコンボをして、体力を回収していく。何に加えると、これはどっちだ？ OD 版になってたのか？ちょっとわかりませんが、十分な体力回復。しかし、サーキュラー暴れ。これが今回、パンチがあると。さあ、ラウンド選手はセラミックさん。ゴヤ体育、うまい。ナイトメア。おお、OT 勝利よ。なるほど。バクセアイテムは、こっからだとよく見えないが、いらなかったらしい。さあ、ボム状況。投げを選択、おっと泡が出なかったか、三振。アイテムは箱、これはいらない。しかし当たっている。さあついてるアイテムがマジでここからじゃ見えないんだよな。コマ投げ、
さあバースを切っていく。さあアキラこのバーストで吹っ飛ばされた後のサーキュラーが強い。さあ勝ったなセラミックさん。さあなんか大阪がすげえ不安そうな顔で巨大の子見てるがすげえもうなんかお腹痛いみたいな黄色かった気がするが。さあ1P は中堅の高弘さん、 2P が先方セラミックさん。さあミサイルヒットから3回変で6位は空振り、5尾カウンター、前 B がつながって土から 3CC、 5C2C2C からの BCBCC 翼で落として大きい攻めが 5B センター、またしも前 B からワンコンボ、さっきと似たような感じですが、さあこれで残り体力は3割ぐらい。大きい攻めはバックステしっかり潰しているが、と西矢からブリーッ、5秒強い。さあ高弘さん走り込んでいく、ダッシュを見せる高弘椿。さあラウンド1は高田ムーラウンド2、さあまたしても何かがヒットしてコンボしてるな高弘さん。すいません落として、大きい攻めは打撃タクッとお前ビー、これは土からの土、激しい激しいがこれが強い。落として大きい攻めは前提が通る、やっぱダメじゃん。さあウサギさんもニコニコしているか、ナビが通る、泡からサーキラー C 前パン前 C ジャンプ C3 回踏んで前パン前 B からのミサイルは食らいっぱなしですが、ここで昇竜拳。さあサーキュラー空振り、あいなサーキュラー落とすわけにいかないと 3C とこれは怒っている、しっかりパニッシュしてラープ拳を使ってダメージを伸ばす。これが減るっていう話ですがさすがに足りない。さあここから昇竜拳は呼んでいるっと、猫棒空振り呼んでいたがなぜか勝ってるな高弘さん。さあ、あ、2人目の中今までのあなた、The Wheel of Fate is turning. Rebel One, Action. さあチャージしながら立ち回っていく、食べる椿。さあバックステからのドライバー飛んで回避、こういうところしっかりしているやはり中段ガード、中段ガード。さあここで D 土が通ってダメージを取る高弘椿、大きい前面中段ガードウェッジは空振り。大きい前面はさあ土を必要に重ねていく高田め剣からの D 土、今やってる方の勝った方と。さあラウンド1は高弘椿大阪が大阪の目が定まっていない。下が見ていい。さあ 5B センターおっとおまなげが通って学生 TG おっとしゃがみしいよ、裏から潰してガジェット状況。さあ5パン、おお上に入れてる、うまい。チャムディ前に出る、おいたろさん。さあ上入れてしまったが前 B がヒット 3CCC2C2C からの BCBCC、 大きい前面はなし方落として下が B、 さあ落として大きい前面 BP、ウエッジ合わすとお互い空振ってコーパンをしっかりかくらせていく。タオリさんオディさあ足りるのか、足りるのか、マムさんこれどうなんすか、マムさん足りるのか、いやー足りないっすね、足りないんじゃないかこれ。ああさあマムカップいい感じにしてほしい。さあ足りる、タオリさんが2連勝ダブルキル。
さあ、合ってるのはベンガルさん。今日は11時まで帰りたいが、大会が終わるかどうか怪しい。まあでもこのペースだったら10時半に終わるかもしれない。さあ、中堅副将戦ですね。HP ガガタビロツワギニビガベンガルマクド。さあ、ちょっとコンボをミスっているが、ヤムシシ前に出るベンガルさん。A 派生からタークルに行くが、投げは抜けている。中段剣から 5C2C2C ジャン B ジャン C ジャン B ジャン C C から落として帯攻め勝利を一瞬ケアして、前 B からの中段、後半からの中段、 3C を打っていく。 5C2C2C からの BCBCC 明かり翼沖攻め勝利は読んでいる。ここはゲージを使ってフォローしていく。メンカルさん体力はちょっと心もとないがワンチャンあるか。クー投げ、さあ、ゴービーセンター前火がつながるのは今回強いところ。奥攻め、コバコバ、ゴービーから 5C、大クラス 5C、ガードしている。さあ、5C、リターンを、リターンを求めていくタールツバキ。ジャンプ CC、よく見ている。さあ、ベンガラさん、OD があるが、投げは抜けている。2B。さあ、シャミクレをしっかりコモンしてくるベンガラさん。おっと、シャミディはレベル2。さあ、前パンを振ったところに B が刺さる。危ないところ、ゴビーがヒットバーストするしかない。さあ、ホームランを吹っ飛ばしてゲージをつかせたが、ジャンビー、ジャンビー C から、CB から勝利。ここで打つ。さあ、3人抜き、高広椿。さあ、大阪は座るしかない。P 側が、タカリさん。そして 2P が、大阪。なんか、後ろ寂しいけど、大阪。なんかやってあげてよ。さあ、開幕しゃがみで貯めていく高広さんですが、横棒ヒットから、おっと、5B は当たらない。ここは勝利打っていく。相手のコンビさん勝利打ちどころ。落として、大きい攻め。ナモチュー。お前の勝利は関係ないと。さあ、ミスっている。高広さんもミスっている。ちょっと珍しいか。中段は当たっている。ジャンプ CC。D を設置したところ、発射する前に C が刺さる。おっと、コンボミス。コンボミスは激しいか、ちょっと。ダッシュ越し、リーターを求めて倒れそばき。ここは大阪許さないが。立ち回り、BCC が刺さってしまう。D1 から 5C、5C からの BCC、落としてホームラン。さあ、ラウンド選手は高弘さん。さあ、大阪が怒る可能性がある。さあ、処理読んでいる。ゴービースタート。おっと、マイディ空振り。さあ、タルさんも安いと言ってるが、立ち回りに戻って、5C。5C は恐ろしいですね。昇竜読んでいる。しっかり空中でコンター。大きい攻めのチャンスを作る大阪。ジャンプで落として、昇竜読んでいる。おっと、これは抱えならなかった。まあ、ゲージがあったんで、キャッシュが出た。オーディアバレ。さあ、ここは5パン埋めた大阪。シフ。チュンで降りてきて。さあ、お互い最強キャラと言い合っている。最初ラウンド。さあ、槍をぶち当てていく。ゴビ、ここはオーディで。棒を回収して。さあ、タンを使う。タンを作る。空対空。さあ、若干大阪ペースか。ゲーダンがヒット。おっと、コンボミスなのか、そういうあれなのか。リセットになる。大阪ずぶとい。前足チュンからの昇竜で締めて、ダッシュバリが空対空うまい。落として大きな目はジャンプ空対空からの紫台通ってしまった。大阪も年だからな。さあ、置き攻め 2B が赤くつながって、さあ、ここはもう一回 OD で手を取るのか、どういう読み合いになる。バナーナ OD させないよという感じですが、
中段はコパバレバーストになる。バナナよう分からん、生中ガードしている。コパンがヒット。さあゲージがいっぱいあるの大阪、投げ抜けて横もジャンプし、最後はやはりジャンプし、縦棒設置したところ、クーダーを合わせていく高弘つばき、強かった。クワトラブルキル。今回は不問といたします。さあ四立て高弘さん、おいよと。このような反逆行為ではなく、弱者を救うために使ってください。さあ、ベスト4始まっております。 HP 側がマブカップコレルヒカルから先方のヒカル響き、そして 2P 側が、ゴロさんハームナオくんから先方ナバルケン。ヒカルさんは、まあ、キャラを変えたつもりはないんでしょうけど、最近は響きでかなり楽しくブレイブルしてるということで、まあ、前作の時も白面がちょっと辛いわーつってキャラ変えるみたいなところでやりに行ったのがカグラっていうねそれ若干使用感を似てるのではみたいなキャラだったんで、今回はかなり走れるしジャンプがね強いキャラでね、ヒカルさん開花する可能性がある。あ、ここでも使ってるな、そういえば確かに。おっと、そういうタクは白面っぽい。こう思いっす。あー、ミサゴクダキ天才である。さあ、ラウンド選手は光る響き、サンディ、じゃあね、ニティでいいのかな、あれは。さあ、無理な対抗振らない、立ち回りの冷静さ、出し寄っていく、クーダの距離でクーダし、ここはナオ君はガードでしのぐ。さあ、暴れを通して勝利がありますからね、響きは。勝利を空振ったのか、感が非常に簡単ではありますが、やはりケアをするかしないかの意味合いは発生していく。ジャンプで沈めてウィリー、さあ B が強い、やはり B が強い。 AC から落として奥攻め、ここは勝利よりアピキャンでフォローしてジャンプ C からの攻め、系 3C から残暑を使っていく。残暑でいいんだっけかな、の技ちょっと自信がないんだよな。戦勝でいいんだっけかな、昇山の可能性すらあるからね。さあ、コパンで固めていく、これは上に当たったか。奥攻めは熱波を引っ張るが西矢からぶり、ちょっとミサゴを気に入ったか今のは。空対空が早かった。 DBC オーバードライブフルク、ここは取り切るの。奥くん、最終ラウンド、さあ D で対空を取りに行ったところですが、ジャンプ C から回でリセット、オーバードライブ DT3C からのオーボロ取り、お見事。ヒカルヒビキは強い。治療器はムツキ家から出しますのでご安心。ローレンの技を相手に。さあ、先方中堅戦、 HP 側は光る響き、 2P 側生ハムレイテル。さあ、クーダ通していく。BC アイリス CC、 おーおーおーおお CCCC ロベリア。さあ、飛びが通った、風バックスで。さあ、ダウンを取って奥攻めは生中、バックスに引っかかったか、褒めならない。
さあ、おーっとミサゴを置いている。まあ、やっぱよく見ている。さあ、ハムからの選手、さあ、マイビーカウンターですが、これはコメならない。アイリス、さあ中段崩れてロベリアからローダスは前転。もうアイパンタイク、シロベロータス、さあ上入れに2つ目のロータス当たったか。カル状況、最速球ゲノガード、さあガーいや暴れをケア室のバックジャンプイロベ回でリセット、そういうこと。おっとコミス、さあ難しい形になっているが、前パンがあっと食い倒れない。さあヒカルさん、まだワンチャンある。カエルをジャンプで発動させて触りに行く。しかもしさあこの勝利は通らず、最後はバックダッシュアイリス勝ったな。ハム、さあ中堅戦出てきたな、マブカプですね。刺さってるのはマブカプレリウス、中段崩れて、そう、ゴシーはしゃがみくらいだったので前足に行きたかった。これは空振り、そうジャンプガード、なんと置いていく。ロクディ、バルテスは空振り、ロータス当たってギラルギア、さあ受け身前風で逆に美味しい形を作っていく。これはうまい、足で押し込んでいるのはハム。おっとアリサ空振り、中段入る状況、さあキャン呼んでいる。さあマムカはバーストを切って、なんとライヤを前ダッシュ通していく。中段当たらない、コパ投げ、さあしかし嫁の残りが少ないが、ここはリセットを選択。おっとバースト切っていく、さあどうなる、しゃがみしていく。そこで冷静、これで終わり。さあラウンド選手はマブカプレリウス、アリスイート、さあ上に寝たか何なのか、 CC からロビリア、ロータス、さあ寝っぱなし、これ美味しい形になってるがジャンプ手が強い。 6A4B CC IB 入る、中段、さあこれはダメージを取りに行くのか、いや置き攻め重視、上入れてしまったか。ロータスが当たってリリー、ちょっと安かったのでは、妥協していくが中段。さあ2ラウンド目はハムがあっという間に取っていく。最初ラウンド、ここは譲りたくない。バルテス、ゴビー、おっとシャムシの持続、これはハムに美味しい。中段 FCK、 さあでかい B6A4BCC3C ロータス、下段がヒット、さあマコがパスを、さあライヤにアイリスを合わされてしまう。投げたく CCIB3C ロベリア8風、6A ロベリア9風、 IB からのバーデンバーデンリリー、まだ残ってはいますが、ガーキャンガード、わかる。さあハムが強いですね。しかしさあ HP が真ん中拠点 HP が座っていたチームが解散している。さあ真ん中兄弟は先に勝負がついたらしい。桃さんとユニフムと流星が勝利、一応3決あるんで、3決よろしくお願いしますね。一応3決あるんで、
さあ、大将中堅戦配信筐体は始まっております。しゃがみ氏は怒られた。さあ、風に前風で風、受け身前風ね風に前風で、あー完全にバージル、相手はバージルだった。冬の飛び道具は B ワープで抜けていく。さあ、B ワープと言い方をしましたが、 B ワープは正しくない可能性が高いのでやめてください。多分 D ワープ。さあ、ああいうロビリアに対してエーソニーを、エーソニーというかソニーを置くのは、これさ、うまいところはねちょいちょい出るんでね。さあ、投げは抜けている。 B ロブで追い返して中段ガード、 F 式もガード。さあ、この処理は読んでいた。 5B スタート、 ABC、 6A、 4B、 CC、 B ロブからのロータス、オクラスッキー。さあ、バックステですか。怒られている、怒られている。どうしよう、考えてほしい。おっと、前パンが出ない。攻め系でごまかして、かかかく隠ると、隠るとまずいよこれ、隠るといっぱい減るよこれ。そんなに減らなくていいでしょこれね、そんなに減らなくていいよ。さあ、バーストを切らずれなかった。アム呼んでいる。いい加減にしろと、いい加減にしろとさあ、これは怒られている。みんなニコニコしてさあ、みんなニコニコしているし、ワンチャンチームメイトもニコニコしている。さあ、どうなんだこれは、どういう状況だ前味方中段取って CC、 B ロベ。さあ、ロータスからアイリス、下段に引っかかる。さあ、バックステを入れている。崩れてもただでは崩れない。いやー、呼んでいる。いい加減にしてほしい。若者の教育に悪い。いいエヴァカード。さあ、ワープをしないと見せかけてみたいな。サーリス、ここはもう 5B を直下してから勝利。こういうとこはうまい。あー、若い若い若い、若さが出ている。勝利から落として奥攻め。さあ、前風で抜けていく。この辺しっかりしている。さあ、弾がないのでコンボにいけないか。さあ、またしても怒られているまたしても怒られている。前パン、おっと。さあ、これはわからないぞ。かくっちゃったか。おっと、ガードになっている。さあ、カーキョンケアする。ややこしいことになった。とりあえずテンペストダリア。さあ、どうなる、よくわかんない。中段ガード、おっと、作戦。あー、 A が取ってるがコンボにならない。どうなる、難しい。どっち、ガーキャン。さあ、どうなってる。あーっとジャンプ A を通していく。おどーす。あ、これが準決勝の対象戦。さあ、勝利で切り返していく。コレルさんがここで乗りたいが、ゴロさんも通さない。5番で割って中段から、さあ、レベル2になってしまったが投げ落としていく。さあ、高いですね弾傘ね。前転で暗い逃げの形になるが、さあ、コパコパ。さあ、上入れてしまったが、バーストを使う、バーストを使う。あっと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 、さあ、上入れたところか。下段が取って、さあ、ランド選手はゴロさん。さあ、ジャンプシー、これがつらい。シャムシーからレイ、シーシー、ニシー、玉からの前パンディ、玉重ね。あー、バレている。ここはゲージを使う。
さあ体力ギリギリ、コレルさん AC からの、ここは弾がなくてもリターンを取りに行きたい。ガードシール中断、勝利通った、あるのか前田マジレスだってだって いや悪気はなかったさ。さあということで、決勝進出はゴロさんハムナオくんチーム。じゃあ決勝戦と3決を同時にやりますのでよろしくお願いします。決勝戦は、ゴロさんハムナオくん対モモさんユニフーム流星を配信筐体です。配信筐体で3位決定戦を、ソリッドさん水木くん高弘さん、対鮭おじ、配信筐体は決勝戦ですね。1ブロックの最初の組み合わせと同じ対戦ですが、さあ先方も同じ HP が生ハムレイチェル 2P がイニフムジン。さあイニフムさんは今日勝ってるのか。さあ段位が多くなってるあたりが怪しいが、ゲランガード前 B から B ロベー、これは上入れ。さあ2風が出なかったか、中段暴れを潰している。読みから帰る状況、5番さあ2段ジャンプで F 部強化、ジャンプ C。 さあこれは繋がらない。さあジャンビーはロビラで追い返してバックスをコパンでしっかり捕まえる。 CC 帰る状況、勝利をケアしながらコカがギャン食ってロベリア。さあ 5D の目の前でしっかり止まっている。さあカエルと一緒に前に出る。さあ当たってしまってカエル発動が当たっている。ラウンド戦車ハム、さあ下がるのもハム。ABC から前 B で固め継続、 5C 前 C でやめておく。なるほど、まあ、なんか出したら OD かけちゃいますからね。何も出さんとけば一応 OD キャンセルが来てるのかな。まあ、勝利も出ますしね。さあしっかりシールが端に押し込んでるな。生ハムレイチェル 6A ロベリア 3C 変える状況は最速キーヒレスが取る。 3C からのさあ上入れ読み前 B、 石化陣はガードになっている。あ暴れない。まあユリフレームのところなんでレイチェルから技を出すのがセオリーっちゃセオリーですが、そこを取りに行く石化陣。おっとカエルが通ってしまう。5C 前 B バックス 3C 差し込んで 5B からオクラセギダン戦勝当たらない。前 C 前 D ゲダンからさあジャンニシーが垂直出てしまった。ジャンシー、5B、5C、中段しゃがみ C から高いパーツを入れていく。4300戦勝弾、大き攻めジャンシーから投げは抜けている。さあ、でもちょっと変な設置を出すと危ないが、おっと、ジャンシー 3C、戦勝、セッカーでさあ取り返すイニフムジーン最初ラウンド。さあジャンプ攻撃を通したのはおーコーデレヒョを取って 5B から 5C シャムシージャンニシーが強い。投げ抜けている。吹雪さあ怒られなかった。おっとフレームがフレームが譲ったか。マイパンが強い、ちょっとマイパンの強さがやばい。 4B 変える状況前 B、 どっち5番に当たって中段当たっちまう。最速機ロータスアイリス。さあ 5C は空振りダッシュバリがうまい。さあ5番じゃねえや、マイパン潰して中段当たっている。さあハムが冷静か、ゴーディーは当たらない。さあバーストになっちまった。ふむきうまい、奥攻め、すかし下段はバックスに避けられてしまう。さあ勝ったなハム。
先方中堅戦 HP 側がハムレイチェル、 2P 側流星カルル。さあ 4D ヒットした。これはコンボにならない。ひょーりたく、さあ風君ジャンシュが強い。ジャンプ A からコパンパクリ直す。ゲダンガードディバチェ。さあここでクーダーを出していく。オキゼメコパコパからガギャン取る。 8D は飛びで避けて、さあビワチを潰す。ロータス帰る。エーロベアイリス、ボランテは避ける。さあボランテは避ける。着地をコパネ取って、さあ参加者ウィリー、ここが当たってしまう。オーバードライブを使って倒しきりに行く。流星 3C からのボルテード。さあランス、さあ AB で殴っておくじゃん仕方。さあこれでハムのターンになる。 6A4B CC ロベリア、ロータスはせずに本体サラニックが B バーチが取る。ジャンプ仕方、さあこれ美味しい。 CC6A4B4BCC からの変える状況は遅らせ復帰。おっとブリオを恐れずに中段を当てに行く。これは変える状況。さあガキョンをちょっとケアした。中段 6CC ロベリア B6A4B3C リリー。おっと当たっていない。さあ流星を野放しにしてしまう。これでどうなる。 4D は空振り、ボランティアは避ける。さあ平石に2つ、ロータスは避ける。さあロータス避けるのは徹底してますね。さあお互いの特殊ゲージのトレードの試合、ジャンプシーが強い。さあ最初ラウンド、さあもちろんお互い無理はしないんですが、ディバチェよく見ている。ジャンビー空投げ。さあボランテが当たってこれは安く済んだが8戦目には変わりない。さあここどうする。中段からの投げは抜けている。とりあえず脱出。さあ安く済んだか。お互いターンが欲しい。ロベリア、さあ前に出る。さあロータスが当たる、アイリスも当たる。さあこの形は結構えぐいか。 5B にガギョンをかくっている。さあこれで流星のターン、風受け身オーバードライブですがコーパー埋める。さあこれは状況傾いてしまう。まあ EA があるっちゃあるが、まあ、ガーキャンで手堅く切り返していく。体力入りを作ったな流星。ここはワンタッチ欲しい気持ちがあるが、そういうところのがどっとコンボミスですが中断中断。さあ順番が完全に中継戦。 1P が漁ってるのはゴロさん、誠の 2P が流星カルル。さあゴロさんは無理に姉さんに触る必要はないということでゆっくりしていく。方向は当たってもよしと、壁に当たりさえすれば問題なしですか。さあ前パン空振りのところゴロさんがワンダウン、オーディアバレー、これは垂直ボランテ。さあ上でしっかりしているがここにならない。上からぶり、さあボランティアヒットですがひとまず問題なしか。ジャンプ CC カウンター中断と合っている、わけがわからない。さあ優勢を信じた勝利ですがこれは取らず、ボランティアにガーキャン腰が長い。相打ち 4D は避けていく。
ボランティ状況、クータク、さあジャンプして一回触る、ここは無理をしないと。レイで触った、三振にオーディは、オーディじゃねえや、ガキは確定ですかね、あれはね。オーディやばれ、5番を埋める。おっとコンボミスか、しかし空投げフォロー。さあラウンド2、さあこの弾を置くのが結構強いですが、お互い弾が強いんですが、もちろん弾を投げた時にコストを使わないのは誠側なので、弾の投げ合いになると誠が結構楽はできるっぽいんですが、さあ表裏になってしまう。さあコミス逃さない、ボランテ危ないところ、あっとカウンターゲーダンカード、うおー走り込んでいく。玉川さんね、ゲーダンが取って、これ玉を重ねてどうする、おっとさあ投げを抜けて、と CT は漏れた、投げ抜けてフォークだったと、ここはアレグレーまだ残っている。さあお互い中段立っている。さあこれはゲージがあるのでガーキャンオーディしない、投げなるほど、ないじゃんあ変わったのか、あ、そういうこと、うん、ちょっとよくわからないが、しかし3位と、なるほど。さあ、そして始まって、全然色が出ない、展開になってダメだね。さあ、始まってるのは決勝戦の大将中堅戦。僕はこの最初の試合の大将中堅戦というか、流星五郎さん戦からオチンが話しかけてきて見れなかったんで、ほんとオチンがね、迷惑なやつでね、見れなかったんで、ちょっとちゃんと見たいですね。さあめくりのボランテがヒット、ああそういうこと、次はめくり意識してるよね、わかるみたいな中段、厳しいですね。あ、生中が一番厳しいんですよね、やっぱね、モーションが分かりづらいので、キャンセルで出すと、あ中段かなみたいな一瞬反応できる時もあるんですけど、生中だとちょっとモーションが非常に分かりづらい。さあブレーキじゃねえ、さあ直くんも意地を見せたい、投げ、俺はボランティに反応していた。さあ直くんの始め、ダメージを取っている、残り体力は5割ぐらい、ジャンプが強い。さあここはブレーキジャンプ、おっとミスってしまった、無理はしない、アルクロバックジャンプ、投げも通さない、えさあ、ナオくんが冷静に立ちまっている。ゴーシーセンターン、ここは飛び落とす。上が取って、ボランテを飛び越していく。肩から下段、これは予定調和ガードしている。おっと、表裏通らない。中段通らない。この2回目、こいつマジで3回やっていく。投げが通る。キキキ。さあ、姉さんの体力がマックスで始まっている。ナブクータク空振り、さあ座ってるのはナオくん側、さあ肩ゲージを使うのも予定調和。さあこれは前パン置いていたリュウセがうまかったはずがずれて、ナオくんのターン、かくるか、かくらない、うわー、どうだ、胴技があるぞ。さあコンボ選択をちょっとミスったリュウセ、楽をしてしまったが、最後はジャンプでし、さあということで本日の優勝は桃さんユニフェム流星です、おめでとうございます。どこのどなたかは存じませんが、僕の動画、いやー強かったねー。
桃さん3勝0敗じゃない？